皆さんどうも、はしょうございます。前回続きまして、ショスタコーヴィチ交響曲第12番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章4回目247小節目から324小節目までを解説していきます。247小節目から267小節目のでは全てピチカートとなります。でここは変拍子ではないんですけれども、音符と休符がもう不規則になっていますので、ここは反射神経が要求される箇所になります。特に259小節目、261小節目の2拍目のデを取り遅れたり、262小節目、265小節目、3拍目の休符に間違って音を入れたりすることがないように注意していただきたいと思います。改めて247小節目から通して演奏します。268小節目、最初のボーイングはダウンで入るかアップで入るか迷うんですけれども、275小節目の頭のハーをダウンで入りたいため、ここから逆算して最初の F はアップから弾いていただきたいと思います。どうしますと、ここまでこのように弾いていただきたいと思います。276小節目以降もダウンから入って弓順で弾いていただければ問題ないと思います。ここから先も通しますと、ここまでよろしいでしょうか。で、4分の5拍子になります289小節目から2小節間もう音量は放置しも続きますので、ここも両方ともダウンで弾いていただきたいと思います。4分の3拍子になります301小節目から4小節間なんですけれども、音量がフォーティッシモで、かつ全ての音にアクセントがついていますので、最後のゼスまで全てダウンで弾いていただきたいと思います。通しますと、全てダウンで弾いていただきたいと思います。4分の4拍子になります305小節目からのポジションは、最初第1ポジションを使えば314小節目3拍目のベーまで全てまとめて取ることができます。最初から弾きますと、ここまでこのような形となります。で、4分の3拍子になります315小節目一拍前から杖とまとめて、第2第3中間ポジションで24とまとめて取っていただきたい。で、それ以降のボーイングは316小節目をアップから入って弓順で、318小節目、319小節目は両方ともダウンアップで、320小節目のアスをダウン、4分の4拍子に戻ります。321小節目はダウンアップ、アップダウン、どちらで弾いていただいても構いません。315小節目から通しますと、3小節間のボーイングですが、最初の S はダウンで、さらにクレッシェンドがかかりまして、最後324小節目でフォルテ4つの指定となっていますので、最後の R の帯は当然ですが途中で変え身をすることになります。で、音量がフォルテ4つになりますので、さらに2回音がかかりますので、ここは思い切ってアップから入って2回返してアップダウンアップと弾いていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。最後324小節目はリタウタンがかかってるんですけれども、指揮者によってはその前の段階からリタウタンをかける可能性もありますので、その前の段階で指揮者にも注目していただき、自分だけのテンポで突っ走ることがないように注意していただきたいと思います。第4楽章4回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。